楽器制作系 DIY チャンネル太田くんの手作り工房。前回の動画ではフロントピックアップの取り付けをしました。今回の動画はリアピックアップおよびブリッジの取り付けに進みましょう。ご存知の通り、テレキャスターのリアピックアップはブリッジプレートに直接マウントをされているので、リアピックアップとブリッジの取り付けは同時ということになります。まずは原アース線を仕込んでやることにします。ブリッジアースとも言いますね。この原アースを仕込んでやると、弦を指で触れた時にブーンっていうノイズがなくなります。まあ私は電気にあまり詳しくないのでよくはわからないのですが、まあそういうことです。本来だったらこのリアピックアップの場合はベースに銅板が使われていて、そこにアース線もハンダ付けされているので本当はいらないのですが、これもいい機会なので紹介しておきます。適当に見つけてきた洗剤を使っています。こんな感じに洗剤をブリッジに挟み込むようにしておきます。リアピックアップのコードも通していきましょう。ピックアップコードが通ったので、そのままブリッジをかぶせます。あーもう手が邪魔で見えにくいな。もうちょっと撮影のやり方を考えないといけませんね。はい、ブリッジの位置が決まりました。次はビス止めですね。ブリッジをビス止めしてやりましょう。ブリッジをビス止めしていくだけなので早回しでいきますね。最初のうちは電動ドライバーを使いますけど、最後は普通のドライバーで締めていきます。ブリッジのビス止め完了。弦アース線もブリッジプレートとボディに挟み込まれているので引っ張っても大丈夫です。ではこの辺りでいろいろやっちゃいましょう。もうペグはついています。もうね、これはもうペグの取り付けの時に説明したので、ここではもうついています。では根っこをつきます。まずはよいしょっとつけます。思いっきり締めちゃう人いるんですけど、あれはね、あまり、なんかね、あまりガンガンに締めればいいってわけではないので、まあ、適切なトルク、指定トルクとかあるのかな、これ。まあ、大体、クッと入れて、と、わずかに抵抗を感じるぐらいでいいと思います。次はこの弦ブッシュも打ち込んでやりましょうか、ね、せっかくですので、はい、それではこの弦ブッシュを打ち込んでやりましょう、ね、ではここに、まあこうまあ、簡単です。手でグッて、あ、手で入っちゃうわ、手で入っちゃった手で入っちゃいましたね。で、まあまあ、あとはまあ こんな感じで当て火をして、はい、終わり OK です。じゃあ進めましょう。よいしょ。あ、でも手で入んないとこもあるわ。よし。これは指板材の切れ端です。
よいしょ、あ、なんかこれ、こいつはなんかダメだ。程度のハードウェアの取り付けができました。で、次回の作業はこのコントロールボックスの配線に行くと思います、ね、まあいろいろどうしようかな、いろいろありますが、まあ、普通にシンプルな配線にしようかなと思います、ね、次は電気系統のインストールです。現在私が同時進行で制作をしているギターたちです。もういろいろ溜まっちゃって大変です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お次は苦手なハンダ付けですね。